はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルビージです。では今回は、提督じゃないですね、ハーツ・オブ・アイアンを都道府県ごと千葉県プレー続きをやっていきたいと思います。前回までに名古屋、まあ、愛知県ですね、ここを攻略侵略して、無理やり帝国制千葉の、領土に組み込んだというところまでお届けをしました。で、今回はその続きになります。まずですね、方針としては、まあ、大阪、京都までは平らげちゃおうということで、北の近い宮城、北海道といった連合と戦いを始める前に、京都、大阪を攻略しようというふうに思っています。で、その途上にある三重、滋賀、まあ、さらには奈良というところになると思うんですが、こういったところとはね、早々に宣戦を布告していきたいと思いますので、まだ宣戦布告の準備に入っていない奈良に対しては、このタイミングで、もう宣戦布告の準備を送っちゃいましょう。で、さらに、軍をね、進めておきたいので、名古屋の方まで主力部隊を進めておきます。では、このままね、時間を進めていっちゃいましょう。はい、ではね、いよいよ三重に対しての宣戦布告が可能な状態になりましたので、早速宣戦を布告して、これを戦い抜いていきましょう。ちょっと三重との戦いに関しては全然ロケハンをしていないので、どういう展開になるかちょっと想像つかないですね。意外とやっぱり硬かったりする可能性はあるので、まずは初戦でしっかりね、勝ち抜いていきたいかなというところなんですが、苦戦するようであれば消耗戦の可能性も出てきます。まずは三重の首都津まで進みましょう。まあ、県庁所在地なんですけどね、一応国として見るんであれば首都津、ここに向けて軍を進めていきますが、まあ、今のところ順調に、戦線を拡大していけているようなので、特段心配な点はなさそうな感じはします。ぐいぐいぐいと進めていって、一方では滋賀県に対してもね、宣戦布告の準備進めてますので、宣戦布告可能な状態になったら二正面作戦、2つの国を同時に相手にするっていうことをやっていきたいと思います。まあ、十分にそれができる戦力は、用意してあるので、こなしてくれるとは思ってるんですが、
硬かったりするとね、結構きつかったりすることがあるんで、そこは本当に見極め次第、ロケハン次第というところになるんですが、今回はね、そもそもロケハンをしていませんというところなので、ちょっと怖い部分ではあるんですが、今のところ、順調に推移しているかなというふうには見ています。三重との戦争中ではあるんですけども、岐阜との戦、滋賀との戦端が開ける状態になったら、これはすぐに滋賀と戦端を開いていきたいので、一部の部隊をですね、対滋賀戦、これに回していきましょう。千葉君の、装甲師団、これを早々に三重戦線から引き抜いて滋賀戦線の方へと、陣外というかね、軍の移動をしておきます。三重の方はある程度津の攻略が目前というところで、大体戦局がね、見えてきたかなというところになるので、一旦千葉君の装甲師団は滋賀戦線へと転戦させていきます。津までもう一歩っていうところまで来てるんですけどね、この州津を落とせれば、多分津はね、県庁所在地で、インフラなんかもね結構しっかり整備されているという期待値から、補給面がだいぶ楽になるんじゃないかなと思ってるんですけど、そこが最初の疑問になりそうですね。では新しく、今構成にはないんですが、重戦車、これを作りましょう。一説によるとスペック的に重戦車どうなんだいというのもあるようなんですが、ここはあえて重戦車作っていきましょう。で、滋賀県との戦線復刻が可能になる時期、これを確認しておきます。これが5月の26日、画面の左ちょっと見づらいんですが、5月の26日なので、あと約2週間、このゲーム上の進行スピードで約2週間後、ここで滋賀に対しても宣戦布告が可能になりそうです。では研究で、野戦砲、対空砲、ロケット砲がアップグレードできますので、これ先にやっていっちゃいましょう。まずできるところで言うと、対空砲が新しいものにリプレイスできますね。早速リプレイスしていきます。対空砲、対空砲は、おっと、走行してるって滋賀、いや、三重との戦争が終わりましたね。ここは傀儡国にしていきます。そうか、津を割譲させるっていう選択肢しかないのか。じゃあ、ここは割譲も一部させて、あとは、新しい三重帝国へと変えていきましょう。群馬帝国もしっかり奈良との国境に持ちましたね。では早速軍をね、今度は奈良との国境に並べていきます。奈良との海戦も近いですからね。そして奈良の次は大阪。だんだんと迫ってきているなという感じがしますが、
まあ、軍の編成としては申し分ないので、まあ、このままね、しっかりとやっていければいいかなというところですね。で、足りないところにはあるいは新しく作りたいものがあれば入れていきたいんですが、対空の砲撃がいけるはずなんですが、先に戦線布告しちゃいましょう。いや、どんどん戦争を始めていっている感じはしますけどね。ここも同盟国呼び出して一気に切りをつけていきます。で、対空砲をね、新しいものへと生産のラインを切り替えていきましょう。で、その前に、いや、先に対空砲を切り替えが先かな。上からちょっと見ていくと、これですね。対空砲を新しい3番目のもの、3へと変えていきましょう。で、それに伴って鉄が足りなくなっているようなので、おそらくね、やっぱり鉄だ。鉄を大量に輸入していきます。鉄の輸入量がね、全然足りないんで。で、さらに軍需工場では多分ね、対空砲が新しいものにしたんで、全然補充が、いや、更新が間に合ってないので、今回対空砲にしましょう。で、さらに海軍が増強可能。じゃあ駆逐艦に戦艦とかもこのクラスもあってもいいかもねって感じはしてきましたね。ここまで余ってるとなると。ただあまり頑張りすぎると鉄がなくなるということになるんだよね。鉄よ鉄。鉄をね、工面してくれるところがあればいいんですけど、徐々に徐々にそれもなくなってきてるんで。で、重戦車を入れた師団構成とね、どっかのタイミングで見直しもしていってもいいかもしれませんね。で、戦局の方はというと、まあ順調に推移していそうです。で、そうなると京都に対してももう宣戦布告、これの準備始めましょう。京都、千年の都京都。で、この戦争への貢献度もね、チェックしておくと、いやー、千葉、これ一気に群馬、いや、群馬でもこれ430手段持ってるの？いや、群馬強いね。やっぱり強いわ。そうは言っても、やっぱり群馬なんだよね、中心的存在は。で、ちょっとね、奈良、大阪、京都、この辺りと戦争するにはしっかりとした航空支援は欲しいので、飛行場を建てていきましょう。で、もちろん優先順位はね、高めに設定しておきます。戦争がね、始まった時にないとなると困ってしまうんで。で、もうすぐね、滋賀の首都大津に迫りそうな感じです。この際もう大阪に対しても宣戦布告の準備だけはしとく。結局大阪ともね、戦争は絶対にしていくことになるので。まあ、京都、奈良、そして大阪、これを取ったら
まあもう関西にね、まあ、福岡という大国は残っているものの、もう安心かなというところで、一気にね、北の近いとの戦争に持ち込みたいんですが、滋賀の政府官僚です。長島の割譲、さらに高島の割譲も受けて終了していきましょう。さらに新滋賀国では、さらに軍を並べていきます。京都との国境です。もうここまで来たら本当に快進撃が止まらない、ウハウハの状態なんですけど、まあ、京都と大津は結構近いな、こうやって見るとね。どうやらね、京都はかなりの数の海軍を持ってるようですね。まあ、そこが唯一しっかりね、対応しなきゃいけないところにもなってくるのかなとは思うんですが、そしたらちょっと戦車、重戦車ね、ちょっと多めに作って、いや結構あるな、いや軽戦車になってるし、欲しいのは重戦車が欲しい。軽戦車はもういっぱいあるはずなんで、これ重戦車へと変えていきます。いや本当に鉄がないね、この国は。鉄をいかに多く、しかも今後戦争する見込みが少ないところから手に入れていくかというのがかなりのポイントになりそうな、そんな感じがします。ではね、今回、一気に三重、滋賀と戦争してきましたので、次回からは関西ビッグ3、京都、大阪、奈良、この辺りと戦端を開いていければいいかなというふうに思っています。では、今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなというふうに思います。